皆様どうも、こんにちは。本日は2018年8月10日ということで、ペルセウス座流星群のですね、極大まで、あともう2日3日という感じです。で、僕もですね、昨日あたりから、カメラを設置してですね、監視体制に入ってるんですけど、まだちょっとですね、目立った活動はないかなという感じですね。まあ、今夜か、明日の夜あたりぐらいからですね、ぼちぼち見られるようになってくるんじゃないかなと思います。まあ、そちらの方はですね、ぼちぼちやっていこうという感じなんですけれども、今日はですね、話はちょっと全く違うんですけれども、それとはね、関係ないことはないんですけれども、物欲談義をですね、久々にやってみようかなと思ってます。これはですね、CP プラス終わった後ぐらいですね、今年の、まだですね、なかなか暖かくなりませんね、みたいな感じでね、話してたと思うんですけど、それぐらいの時期に話してたと思うんですけど、まあ、大体半年に1回か、3、4月に1回ぐらいね、新製品とかがいろいろ溜まってくるんで、そうなると、話していこうかなというところです。それではですね、よろしくお願いいたします。で、その4月、あ、4月じゃない、あれ、3月か。3月の時はですね、どんな状態だったかというと、こんな感じでした。とりあえずですね、まあ、新しい製品とか、今ね、自分が欲しいものというものを適当に乱雑に並べるとですね、こんな感じだったんですけど、この中でですね、買ったものは、一つだけね、買ったというものがあります。それに関してはですね、今、使い方を、勉強している最中なんで、実はですね、このペルセ群に向けて買ったものがあるんでね、また今度紹介しようかなと思ってます。ある程度ちょっと分かったらね、話そうと思ってます。ちなみになんですけれども、これはね、結局買ってないです。シグマの 105mm なんですけど、とてもですね、いいというふうには聞くんですけど、テンガの何月号だったかな、6月号だったか7月号だったか忘れたんですけれども、そちらの方にですね、確かに作例とその四隅等倍っていうのが載ってたんですが、文章でですね、ちょっと引っかかるところがありまして、同社の 135mm よりも、F2.8 よりもですね、明るい側、そちら側ではやや劣るかなっていうことが書いてあったんですよ。で、2.8よりも絞ったらですね、135mm よりも良くなるということが書いてあったんで、僕ね、ちょっとシグマの 135mm は個人的にはね、まあ、気に食わないわけではなかったんですけど、あれだったらアポゾナの方がいいかなと思ってたことがあるので、まあ、そういうこともあって、ちょっとね、やめにしたという感じです。いや、まあですね、こちらのレンズが、悪いと言ってるわけではなくて、実際ですね、その性能も、ポートレートやその他の分野では、非常にですね、高い評価を得てますし、天体写真でもですね、使ってらっしゃる方というのを見かけます。それでですね、まあ、確かにシャープに映るんですけど、ただですね、個人的にはその四隅等倍でね、つついてみると、本当にですね、重箱の隅をつついてみると、もうちょっとかなというところがありましたんで、見送ってるということです。で、あとはね、いつ前から言ってますけど、前玉が非常にでかいので、システム的にもですね、いろいろと変えなきゃいけないところがあって、総合的に見てですね、個人的にはまだ見てるというところですね。で、これがですね、前回3月の時の、まあ、物欲マップというものでした。で、それがですね、今頃どうなってるかというところなんですけど、まずはですね、やはり引き続き気になってるのは、こちらのビクセンのですね、新しい、もともと、300ミリぐらいのですね、単焦点の望遠鏡なんですけど、レデューサーを入れるとですね、240ミリぐらいになるのかな。これがですね、ちょっと気になってます。確かにね、望遠鏡ということがあって、レンズの構成枚数少ないんでね、実質明るいとか、あるいはですね、抜けがいい。それに、マウントを変えてもですね、すぐに対応できるといういろんないいところがあるんですね。で、これの、実写画像とかも見ましたけど、あ、やっぱ望遠鏡だなと思いましたね。カメラレンズではですね、これはちょっと出せないというか、ライカのカメラレンズとかだったら出せるかもしれませんけれども、普通のメーカーではですね、これはちょっと厳しいなというところで、
です。まあ、それだけね、望遠鏡っていいところはあるんですよ。なんですけど、一点気になる点がありまして、それがですね、このドローチューブ周りというか、このピント調整付近がね、若干気になってるんですよ。で、ここら辺がですね、もうちょっとサポートパーツとか、あるいはですね、このリングパーツあたりがね、充実してくれば、実際買ってみたいかなとは思ってるんですけど、もうちょっとね、これ本当に、カートに入れてもね、いいかなとは思ってるんですけど、まだそこら辺がね、個人的に気になってるところです。やっぱ望遠鏡のね、これ悪いところなんですけど、簡単にスティアリングエラーとかがね、リングが悪いと出てしまうんですよ。で、そこら辺の、まあ、調整って確かに結構勉強にはなるんですけど、カメラレンズよりもですね、いろんなところ調整できるんで、まあ、ある意味ではいいところ、ある意味では悪いところなんですけれども、もうちょっとそこら辺の充実が欲しいかなというところですね。まあ、あとはですね、実は今 135mm が完璧に調整してある状態で、この前ちょっとトラブってたじゃないですか。あのトラブルを解決して、ほぼですね、今本当完璧な状態なんですよ。で、この状態で、もうですね、4対象か5対象ぐらいは、撮影したいなと思っているものがありますので、まあ、それが終わった後ぐらいですかね、もうちょっと長めをやりたいとか、そうなったら、真剣に検討してみたいかなというふうには思ってます。さて、話はですね、ちょっと変わってしまうんですけれども、今話題になっている新製品といえば、まだ出てきてはいないんですけれども、ニコンのフルサイズミラーレスがですね、非常に話題になっているという感じです。で、毎日毎日ですね、ちょっとずつ、なんていうかな、まあ、噂だったり、あるいはですね、新しい画像だったりというのが上がってきてて、昨日ですね、公式から、新しい動画がね、1本上がってました。で、その中に、新しい画像としてですね、こんな感じのものがあって、いよいよですね、このロゴのあたりが、明らかになってきたというところです。で、これは、そのままではなくてですね、ちょっとね、Photoshop で、ガンマをね、詰めて、あとはですね、ハイライト側も少し詰めてるんですけど、そうするとね、このニコンっていう文字がですね、はっきりと、読み取れる感じになってきたわけですね。ちょっと今までと違ってですね、若干なんていうかな、文字曲がってるんですけれども、この部分がね、レフ機だったらある程度サイズが必要だったのが、まあミラーレスになったんで、その部分を少しちっちゃくしたということだと思います。で、このフルサイズミラーレスなんですけれども、買うかどうかっていうところなんですけど、今のところね、僕としては、最初は様子見かなというところです。まあ、というかですね、まだ全然ね、そのスペックとかがわからなくて、どれぐらいのクラスになるかもわからないですし、まあ、エントリーになるのかね、それともハイエンドになるのかもわからないですし、まあ、それによって、値段もね、変わってくるわけじゃないですか。で、エントリーとかね、まあ、20万クラスだったら、買ってもいいかなとは思ってるんですけど、30万下回らないんだったらね、ちょっと最初は様子見しようと思ってます。ちなみに、もしですね、このフルサイズミラーレスの、可能性は低いと思うんですけど、天文モデルが出たら、それはね、買おうと思ってます。まあ、なぜかっていうとですね、ニコン D810A、非常にいいカメラなんですけど、天体撮影するね、僕にとっては、まあ、いいものだと思ってるんですけど、不満点が2つほどあるんですよ。で、1つは、その液晶が動かないんで、まあ、ちょっと不便な時があるんですけど、まあ、そちらはですね、まだそのクオリティにはね、影響しないんで我慢できると。で、もう1点不満点っていうのが、そのマウント部分なんですよね。で、マウント径がちっちゃいので、どうしても、天体写真を撮ると、この四隅のね、星が若干形が崩れる。あるいは、こういったですね、望遠鏡で撮影すると、その四隅がですね、どうしても減光してしまうということがありますので、望遠鏡とかの接続を考えたらですね、明らかにこの新マウントの方がね、良さそうなんですよ。なんで、もしですね、フルサイズミラーレスで、天文モデルが出てきたら、まあ30万、まあ40万はちょっと厳しいですけれども、それぐらいのコースだったらね、即買おうとは思ってますけど、まあどうなるでしょうかね。多分すぐには出ないですけどね。まあでも天文モデルはね、ちょっとないかなとは思ってるんですけど、この新型マウントね、径がでかいんで、本当望遠鏡とか使うときにね、こういうの使うときに本当いいと思うんですよ。まあなんで、ちょっとね、そういうところで期待しているというのはあります。
で、まあ、フルサイズミラーレスに関してはそんな感じですかね。で、あとは、光学系、まあ、カメラレンズの方なんですけれども、それで言えばですね、最近ちょっと発表されました、タムロンの、1735ですね。これがですね、まあ、最初は7万円ぐらいということなんで、もう少しですね、値段がこなれてくれば、買ってもいいかなと思ってます。で、サードパーティーのカメラレンズなんで、1年ぐらいするとですね、まあ、1万円から2万円ぐらい値段下がってくるんですよ。で、あとは中古とかで出ればですね、まあ、5万円ぐらいで手に入ってくるようになると思うんで、まあ、そうしたらね、買おうと思ってるんですけど、まあ、最初ね、いきなり買うっていうことはないと思います。本当はね、もう一段明るい1530の F2.8 欲しかったんですけど、ちょっとね、値段上がっちゃったんで、あちらの方はですね、諦めざるを得ないかなというところです。噂によるとですね、リニューアルされて出てくると言われてますけれども、それでもね、出た直後っていうのは結構、いいお値段しますので、あちらの方はね、しょうがないかなという感じです。で、あとはですね、欲しいものといったら何があるかな。あ、そっか、富士フィルムの XT2 あたりもね、富士フィルムのカメラ非常にね、XE1 で感触が良かったんで、これもね、なかなか欲しくなってます。で、これも、XT3 というですね、次期モデルが出るという噂があって、それがですね、どうも正常進化っぽいんですよね。大幅に変わる感じではないんで、その T3 が出ればですね、この T2 がちょっと安くなって、お求めやすくなると思いますので、T3 が出た頃にこれをね、ちょっと買ってみようかなというところです。まだね、どうなるかわからないですけれども、でも次のフォトキナあたりには、間に合わせてくるという話がありますので、そこがね、狙い目かなとは思ってます。であとはですね、この富士フィルム用のレンズなんですけど、今ちょっと持ってないんですけれどもね、マントアダプターの購入とかも考えたんですけれども、ちょっとね、結局高いものを買わなきゃいけないということなんで、それだったら、このマントに対応しているようなレンズを買おうと思ってますね。まあ、例えば候補はですね、ツワイスの 12mmF2.8、ここら辺だったら AF も効きますんで、こういうのがね、今のところ挙げてるものですね。で、この前、AF じゃなければですね、この前のですね、こちらのマップの方にあった、ラオアの、これ何だったっけ、9.5mm だったかな、9mm だったっけ、もう忘れちゃったな、こちらのレンズとかも、候補の一つですね。ただね、普段とかでも使いたいんで、そうなると AF がないっていうのはちょっと不便かなと思ってますので、そういうことも考えるとね、こちらの、ツワイスのレンズの方がいいかなとは思ってます。さあどうかな、普段使いで 12mm、換算で 18mm ってね、ちょっと広すぎて使いづらいかもしれませんけれども、それでもですね、こちらのツワイスのレンズ、性能がいいというふうに聞きますので、ちょっと気になっているというものです。ただね、やっぱり、8月23日の、こちらのニコンのフルサイズミラーレスですね。これによってね、今後大幅に変わる感じです。これが買えるものであればですね、ここら辺のカメラってね、全部諦めようと思ってますんで、富士フィルムのね、DEXT2 とか、こういったレンズっていうのをすべて諦めようと思ってますんで、多分これも諦めることになるかな。このビクセンの望遠鏡も諦めてということになると思います。ただあんまりに高くてですね、ちょっと自分の用途に合わないなと思ったら、逆にね、ここら辺を検討していこうというとこですね。そろそろ半年したからね、もう一回まとめようかなと思ってたんですけど、やっぱりこのね、フルサイズミラーレスの発表とか、あるいはフォトキのあたりを、待った方が良かったかな。ちょっとフライングだったかな。まあまあ、でも今のところ、ふわーっとですね、欲しいと思ってるのはここら辺ですね。まあ、ということで、今日はこれぐらいで終わりたいかなと思います。すいません。ちょっとね、グダグダな感じでしたけれども、お許しください。それではですね、ご視聴くださった方、どうもありがとうございました。失礼します。さよなら。